もう12時過ぎなんですが、ずっと寝ています。起きて、で起きて、起きてください。起きてください。今日の撮影はおさきちゃんの一日を密着します。今日何もすごくないよ。それを撮ります。一緒夏休みどんな感じで過ごしてるのかなって、ずっとドラドラしてるだけなんだけど、今日そういうのちょっと撮っていきたいと思います。普段の感じでお願いします。はい。どうしたんですか？毎日携帯がなくてこうやってなってます。あ、電池切れてます、すいません。毎日毎日電池が切れてます。YouTube とか見てて寝落ちしちゃって充電するの忘れてるんですよ、いつも。あれ、綺麗にしてる部屋。撮影するっていうことでもう綺麗にしておきました。あと髪の毛もストレートにしました。私の髪の毛やばいじゃん、なんか、うん、やばかった、うん、毎日毎日やばいんですよ。でもまだあのパジャマということで着替える気にはなりません。もう朝ごはんの時間終わったのでお昼ご飯ですからね、次は。お腹空かないんですよね、いつも11時とかに起きた時って。何をやってるですか？ TikTok を見てます。 TikTok 見てるとね、永遠に時間過ぎるんですよね。ふるちゃんとも遊ばないで。するじゃん、今反抗期なのでねねに怒ってくるんですよ。言ってないし。え、ほら、ちょっとこの喋り方が。ないよ。今日のお昼ご飯はリクエストのピザです。めっちゃ美味しい。何やっているのかな？フォートナイトでーす。今日ずっとこんな感じ？課題とかやんないの？夏休みの。めっちゃあるでしょ。やんないね。やんないねなの。やんないね。一回でもやった？うん、やってないね。ちゃんとスケジュール組んでるからさ、やっぱ。え、そうなの？今回読書感想文とかないから、やろうと思えばすぐできるんだよね。オールすれば。やらない人のセリフだよ、でも。え、まだ夏休み始まって1週間も経ってないから。え？ってないね。もう1週間経つじゃん。あと1週間しかないよ。嘘でしょ？無理なんだけど。私夏休み短すぎる。あ、今始まります。しかもアリーナなので、ちょっと結構本当の本気のやつなので、ちょっとありがとうございました。終わらせようとしないで。なんで化粧してんの？ちょっと TikTok のために一生懸命化粧とメイクを、ヘアメイクをしてます。どこにも出かけないのに化粧してるの？ TikTok 撮ったりしなければ本当に何もすることないんですよね。本当ね、何にもしない日はずっとこれ。おー、撮れました。あれ、もう TikTok 終わったの？あ、終わりました。そのためのメイク、そう、速攻落とすね。でもちょっと今インスタとかで服とかメイクとか流行ってるやつをさ、なんか見てます。あれ、もう寝るやつじゃんこれ。ちょっと毎回寝ちゃいますね。やっぱりあんなに遅く起きてるのにまだ眠いの。本当に一日眠りもない日はめっちゃ遅く寝るんですよ。めっちゃ遅くまで LINE したり YouTube 見たりしてて、寝ても寝足りないんですよね。忙しいの？そう、忙しいんですよ。だらしないです、この子は。本当に夜ご飯です。おーい、夜ご飯です。え、嘘、何時？6時です。やば、本当にやばい。ちょっとこんな一日でいいの？数少ない夏休み。後悔するんですよ、いつも。土日とかにこれをやってしまった時は本当に後悔するの。はい、とりあえずご飯なんで。はい、はい。どうしてまた化粧してるの？化粧するとなんかね、あ、え、待って待って、髪の毛巻いてるじゃん、しかも。そうなんで、どこ行くの？え、どこも行かないんだけど、一日ずっとダラダラしてるのってやっぱダメじゃん。でも化粧することによって自分の心がなんかした感じになって。あ、じゃあさ、じゃあ提案していい？うん。そういう気持ちになるんだったらさ、部屋掃除するとかさ、うん、まあ課題やっちゃうとかさ。そうだよね、やらなきゃっていうの。いや、ちょっと楽しめて、なんかダラダラしてる感がないメイクというのを選びました。
かよくわからん。全然わからん。もうお風呂入っちゃったよ。え？どうして？もうみんな入り終わったからさ。今今見て前髪とかさ。分かった。じゃあそれ何するのそれで？TikTok。で TikTok 撮り終わったらもうお風呂入って。分かった。何やってるの？さっきから。ストレッチを。アロー君笑ってるよ。自転車漕いでんですよ。何やってるの？いや自転車漕いでんですよ。効果ある？うん、あります。届いてるし。それ何？独自で思い出しました。どこに効いてんの？腕。関節？もう今鍛えてます。面白くないし。え、まだ起きてんの？1時だよ。嘘。だからさ、そんな昼まで寝てんだよ。ダメだよ、もう寝ないと本当に、はい、いい加減にしてください。早く寝てください。ということで、夏休みの本当に何もない日のルーティーンをお送りしましたね。いつもはもうこんなんじゃないです。ちゃんと勉強もするし、今回は例外でだらだらお見せしちゃったんですけど、ま、毎日こういうわけではないです。勘違いしないかもしれないですけど、もうちょっと規則正しい生活を送りたいなって改めて撮影して思いましたね。明日から私で課題やります。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。